獅子動物、テトラポダとは、脊椎動物中、足や、それに類する付属器官を有するものを言う。すなわち両生類、爬虫類、哺乳類、そして鳥類である。獅子を持たないように進化した蛇やクジラなども、獅子動物に含まれる。子足動物、または子足類とも言う。テトラポダとはギリシャ語で、四つの足の意味。獅子動物というカテゴリーは単系統であり、 また進化分類学でも軟骨魚砂や甲骨魚砂などの魚類などに対比してよく使われる。最初期の獅子動物がいかにして魚から進化したかという論考の際にもよく言及される。古代の獅子動物と魚類獅子は魚類の体びれから派生した構造で、前肢は胸びれ、後肢は腹びれが発達したものである。現在の普通の魚類では、 腹びれは胸びれに近い位置にあるが、肺魚類など、いわゆる古代魚では、腹びれは肛門近く、体のかなり後方にあり、これは胞子の位置に近い。普通の魚類のひれは膜上部が発達し、それを支える部分は小さいが、シーラカンスでは、基部の肉質部が発達しており、内部にはそれを支える骨がある。両生類の祖先もこれに近い構造を持っていたと。 考えられ、これが手足や指の骨に発達したものと考えられる。また、ヒレが四肢と異なる点は、その骨格が背骨と繋がっていないことである。つまり、肩と腰の骨が魚類にはない。ちなみに、ラテン語でクアドルペドと表記する場合、文字通り4本の足を持つ動物のみを意味し、蛇、鳥、人などは含まれない。バイペドと体になる語である。 ありがとうございます。